こんにちは今日は単語のクラスをしますいつも文法のクラスをしてきたんですけど今日は単語のクラスをしてみたいと思います N1 と N2 のレベルの単語を勉強したいんですけど今日のテーマは人間関係なのでこういろんな人と話すときにどういう表現があるかなとかどういう単語を使えるかなというのを勉強したいと思います でこの今、6人の人が映っているんですけどこの人たちがいろんな会話をしていくので見てみてください。では,は、初めにこの2人が会話をします。このメガネの人は <laughs> 私ですね <laughs> えと、この私とあとこの男の人が話をしていますで。これは今ちょっと例だけなので短い会話ですけど見てみてください。じ、は、ゃ、い、今、私が話していますね。 よかったら今度私のライブレッスンにいらっしゃいませんかこれ大丈夫ですよね。で男の人は申し訳ありませんが今回は遠慮させていただきます。<laughs> 残念ですね男の人は <laughs> 私のライブレッスンに来てくれません。でこれ意味わかりますよね。 でこのよかったらとか申し訳ありませんがっていう言葉はあは丁寧に言うために言っているけど言わなくても大丈夫ですよね。このよかったらとか申し訳ありませんがっていうのがなくても大丈夫ですよね。でもあった方がもうちょっと丁寧に言うことができるそういう言葉を今ちょっと勉強したいと思います。じゃあ今もう <laughs> 私はいなくなりました。この男の人と女の人が話しています。はい 来週のパーティーですが、食べ物や飲み物はこちらで準備しますので、手ぶらで来てくださいね。ありがとうございます。<laughs> そうさせてもらいます。はい。これどうですか。手ぶらってわかりますか。あの手は手ですよね。で、ぶら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 ってこういう状態。これをぶらぶらぶら。 なんですけど、手ぶらだからこう手がぶらぶらしてるから、つまり何も持ってない。カバンとか荷物を持ってない。だから何も持たないでいくということです。でえっとこの男の人がパーティーをするんですよね。で、多分その女の人はあじゃあ何かお土産を持って行こうかなと思ってるけど、手ぶらで来てください。だから何も持ってこなくていいです。お土産とか持ってこなくていいですよ。という意味です。 でこの「女の人あ、ありがとうございます、そうさせてもらいます」このそうさせてもらいますの前に皆さんだったらどんな言言葉を言いますかこれあの答えは1つじゃないと思うし何も言わなくてももちろん大丈夫ですよね「ありがとうございます」って言ってるから「ありがとうございます」「そうさせてもらいます」でも大丈夫なんですけど他に表現があるんですけどわかりますか ね「お言葉に甘えてというあの表現がありますでお言葉に甘えて」って言ったらあ「ありがとうございます」じゃあ申し訳ないけどその言葉の通りにしますねという時ですと。そういう時に使います。来週のパーティーですが食べ物や飲み物はこちらで準備しますので手ぶらで来てくださいね。 あ,ありがとうございます。お言葉に甘えてそうさせてもらいます。だからその言葉はありがたい言葉でありがとうございますと思ってそうしますというときですね。だから何か優しいことあのこれをしましょうかとかそういう優しいことを言ってもらったときに使う言葉です。例えば、えー、と今みたいな感じですね。でそののお言葉に甘えての甘 という感じがありますけどこれをちょっと見てみましょうでまず甘いっていうのは多分みんなよく使うと思いますねこのケーキは甘いですよねじゃあこれはどういう意味でしょうか父はまずこの,かこの漢字は簡単そうに見えてなかなか覚えられないこの漢字は姉でしょうか妹でしょうか <laughs> 妹です父は妹に甘いこれ 妹に甘いいっって言ったらどううう意味でしょうか。これは父は妹に優しすぎるという意味です。あまり厳しくしないで優しすぎるという意味。その時も甘いを使います。あとこれは森さんは考えが甘い。これはどういう意味でしょうか森さんは考えが甘い。これはあの考え方が簡単すぎる。 深く考えてないといとう意味ですだからもし森さんは考えが甘いよねと言ったら森さんはもっとよく考えた方がいいよねという意味です。考えが浅くてあまりよく考えてない簡単に考えすぎてるという意味です。これもよく使います。あとこれ甘い言葉で騙された甘い言葉で騙された。れたね、何かそのすごく、あのー 良さそうな話で騙されたということです。良すぎる話ですね。実際そうじゃないのに良すぎる話で騙された。これもよく使います。甘いってその、このケーキは甘いっていうその味のことでよく使うと思うんですけど、他にもいろいろ使い方があって結構便利な表現なので、他の表現も使ってみてください。あともう一つ甘えるですね。 赤ちゃんがお母さん、に甘えるここれはかかりますすう、まあ、ういう感じですよね。お母さんお母さんってお母さん大好きで私は自分で何もできなくて赤ちゃんは自分で何もできなくていつもお母さん、お母さんお母さんに甘えています。じゃあこれは田中さんは上司の優しさに甘えている。 上司はまあ部長とか課長とかですよね。田中さんは上司の優しさに甘えている。でもなんか <laughs>、ちょっと <laughs>、これちょっと気持ち悪いですけど <laughs>。I love 上司の優しさ。田中さんはこう上司がすごく優しいから、だから自分であんまり何もしようとしなくて、上司が優しいからまあ大丈夫かなという感じですね。これ悪い意味で使います。 なんか上司が優しくてよかったねということじゃなくてなんか田中さんはあの上司が優しいからその,あのその理由で何もしないみたいですね自分で頑張ってないみたいそういう意味です。とさっきのですねお言葉に甘えてだからなんとなくちょっとこの甘えるという言葉のこうイメージが今あると思うんですけどそのいい言葉を言ってもらってああ、じゃあありがとうございますそうします。 という時ですね。でも便利なので使ってみてくださいね。まず、あ、これさっきの文ですね。来週のパーティーですが、食べ物や飲み物はこちらで準備しますので、手ぶら何も持たないで来てくださいね。ありがとうございます。お言葉に甘えてそうさせてもらいます。うんですね。では、例文をちょっと見てみましょう。 もこれは大丈夫ですね。パーティーの手ぶらで来てください。ありがとうございます。お言葉に甘えてそうさせてもらいます。これも大丈夫だと思います。じゃあ他にどんなケースがあるでしょう。はい。実家からイチゴが大量に送られてきたので、よかったら半分もらってくれませんかありがとうございます。お言葉に甘えていただきます。いいですね、この男の人の実家。<laughs> 実家からいちごがいちごあのフルーツのいちごですねいちごがいっぱい来たからよかったら半分あげますよと言っていますね。で女の人はあ,ありがとうございますお言葉に甘えていただきますうんいただいた方がいい <laughs> お言葉に甘えた方がいいですね、はい、次です「キャンプの時よかったらうちの車に一緒に乗っていきませんか?」。 あ,ありがとうございます。お言葉に甘えてそうさせてもらいます。これもいいですよね。この,あの男の人が女の人のために何かいいと思ってすることをお話ししてそれで女の人はあじゃあお言葉に甘えてそうさせてもらいます。ですよね。大丈夫ですか ではちょっとこの「お言葉に甘えて」の文を作ってみましょう。今、えー、この女の人はありがとうございます。お言葉に甘えてそうさせてもらいますと言っていますね。じゃあこれ、男の人をどんなことを言うときに使うでしょうか。さっきの話だったらその手ぶらで来てくださいとかあとキャンプのとき一緒に車に乗っていきましょうとかそういうことでしたね。他にどんなのが考えられますか じゃあこれも、えっと、ライブレッスンの時にみんなが言ってくれたことを書きますね。えー、例えば、クッキーを作りました。作りました、はい、よかったら、えー、食べませんかいいですね、優しい。<laughs> はい、あと、えー、残っている仕事を、えー、こちらで片付けるので。 片付けるので、えっ、ー、と先に帰っても帰っていいよ。はいですか。<laughs> いいですね。はい、えー。クッキーを作りました。よかったら食べませんか。あ,ありがとうございます。お言葉に甘えてそうさせてもらいます。 これ分かりますよね。男の人が空気を作ったので、よかったら食べませんか？でいいですね。そうさせてもらいます。だから女の人は食べますね。あと、これは残っている仕事をこちらで片付けるので、先に帰ってもいいよ。うん、これもいいですよね。えっと、このまだ今私たちの仕事が残ってるけど、この男の人があの片付けます。だから、あとこの男の人がやってくれます。 だから女の人に先に帰ってもいいよと言っています。で、このまた女の人はありがとうございます。お言葉に甘えてそうさせてもらいます。だから先に帰ります。いいですね。はいいろんな時に使えると思うので、ぜひ使ってみてください。では次にこの二人の人が話しています。<laughs> ご自宅の住所を教えていただけますでしょうか。 この女の人は住所を話しますこういう時何を言ったらいいでしょうかこれポイントはご自宅の住所を教えていただけますでしょうかだからちょっとなんかこうプライベートな情報ですよね自宅の住所こういうなんかちょっと聞きにくいことちょっとプライベートな質問の時にでも必要だから聞かなきゃいけないっていう時に丁寧な言い方で聞く方法があるんですけど知っていますか 差し支えなければという表現がありますで差し支えっていうのは問題ですねあの。もし問題なければ教えてもらえますかというこれ友達同士ではあまり使わない結構フォーマルな丁寧な表現ですけどあのその何かこう記入しなきゃいけない住所とか電話番号とか記入しなきゃいけない時なんかによく聞く表現です。 覚えたら多分よく本当に聞くチャンスがあると思うので便利だと思いますで例えばさっきのはこれですね差し支えなければご自宅の住所を教えていただけますでしょうか、うん、もし大丈夫だったら自宅の住所を教えてくださいですねあとは差し支えなければご職業を教えていただけますでしょうかご職業は仕事ですよね会社員とか 自営業とかそういう職業ですね。職業を教えていただけますでしょうか。と差し支えなければ、生年月日をご記入いただけますでしょうか。これもいいですね。生年月日は何でしょうか。誕生日ですね。誕生日と生年月日は何が違いますか。誕生日は何月何日。 だけでもいいんですけど生年月日って言ったら何年何月何日に生まれましたっていうその全部が生年月日ですこれもよくあの何か記入するとき病院とかでも誕生日じゃなくて生年月日を書きますよねだからこういう時にも使うことができますはい、これも覚えてみてくださいねじゃあ差し支えなければはちょっと終わって次他のケースに行きます これ今女の人とたけしさん、ちょっと後ろを向いていますけどたけしさんが話しています。じゃあ、えー、とこの今たけしさんと女の人が話すんですけどその前にちょっとこの世話という言葉を確認しましょう。世話をするってどういう時使いますか例えば、えー、保育園で先生が子どもの世話をするとかですよね。お父さん、お母さんが子どもの世話をする。 あと、ペットの世話をするも使うことができますよね。そういうなんか、その大人が子供とか、えー、人間が動物の面倒を見るという時ですね。お世話になっておりますわ。これ多分みんな <laughs>、毎日見たり聞いたり読んだりしてると思うんですけど、えっ、ー、と、まあ、あんまり意味がないと言わない方がいいかもしれないけど、そのメールとかで初めに書くあの挨拶ですよね。ビジネスのメールとかで。 友達には使わないですよね会社で使う挨拶ですねお世話になっておりますでお世話様ですという言い方もあって意味は同じだけどお世話になっておりますの方が丁寧ですからよくお世話になっておりますを使いますあとこれは知ってますか大きなお世話この大きなお世話っていうのが今日のもう一つの表現ですこれ今女の人とたけしさんが話していて 女の人が何か言って、男の人、たけしさんは大きなお世話だよと言っています。女の人は何を言ったと思いますか <laughs> ヒントは <laughs>、超怒ってます <laughs>。さっきまでそのお世話になっておりますとか、そういうのはすごく丁寧な表現だったんですけど、大きなお世話だよっていう時は、怒っている時です。これはですね、例えばこういうこと。 たけしさんの家、ちょっと狭いね。大きい家に引っ越したら。大きなお世話だよ。わ <laughs> かりますか。この大きなお世話っていうのは、なんか、あの、アドバイス、いらないアドバイスをされた時とか。それ、あなたに関係ないでしょっていう時に。そういう怒っている時に <laughs>、使います。よく、その、なんか。アドバイスですね。誰かが、なんか。あの。その。 誰かは喧嘩したいわけじゃないけど、何かアドバイスを言ってで、私はそれはそのアドバイスいらないよ。言わなくていいと言って怒る時に使う表現です。だから全然そのお世話になっております。とか、あのペットの世話をすると全然使い方が違いますよね。いつも怒っている時だから気をつけてください。ちょっと例文どういう時にたけしさん怒るか見てみましょう。 これさっきのですね、たけしさんの家、ちょっと狭いね、大きい家に引っ越したら、大きなお世話だよ。わ <laughs>、ね、かりやすいですね。そんなこと言わなくていいよっていうことですね。と、これも、たけしさん、彼女探したら、<laughs> 大きなお世話だよ。<laughs> これも、そんなこと言われなくてもいいですよね。なんかあなたに関係ないでしょうと言いたいですね。 本当にこの女の人すごい失礼な人だたけしさんもう少し服にお金をかけた方がいいよ大きなお世話だよ。ね。この女の人をすごい笑顔で笑いながら話してるけどずっと失礼ですね。こういう時に使います。じゃあ文を作ってみましょう。またたけしさんを怒らせるような文の大きなお世話だよ。 誰かが返事する時でするでどんなことがあると思いますかさっきあれですね家が狭いとか彼女を見つけた方がいいとか服綺麗な服買った方がいいとか <laughs> そういうのでしたねあとはですねこれもみんなからそのライブレッスンの時に出てきたのは太ったねとか <laughs> あと幸せ太りとか あとこれももう適齢期だから、えー、と結婚した方がした方がいいよ <laughs> はいこういうのが他にもいっぱい出たんですけどちょっと全部書けないからこれだけにしますね太ったねーは分かりますよね、はあたけしさん太ったね大きなお世話だよ さん幸せ太り幸せ太りってかかりますか幸せ太りって幸せだから太ったということなんですけどよく使うのがなんか結婚して幸せでなんか今一緒にご飯食べる人がいるから毎日いっぱい美味しいものを食べてそれで太っちゃった <laughs> ですねだから幸せだけどとにかく太ったと言いたいんですよね幸せ太り大きなお世話だよ もう適齢期だから結婚した方がいいよ適齢期っていうのはその大体結婚に使うんですけどそのちょうどいい年齢だからたけしさんもちょうどいい結婚にちょうどいい年齢だから結婚した方がいいよこれも大きなお世話ですよね大きなお世話だよこういう時に使いますで実際の生活でなんかこんな失礼な友達とかあんまりいないかもしれないけどよくその本とかアニメとか漫画とか見てたら 大きなお世話だよっていう表現が出てくると思うので今度出てきたらちょっと <laughs> チェックしてみてくださいはい。ではえお疲れ様って書いてあるんですけどこれまだ終わるわけじゃないです今お疲れ様という表現についてちょっとみんなで考えてみたいと思います でお疲れ様って多分すごいよく使うみんなよく知ってる言葉だと思うんですけどじゃあ実際どんな状況の時お疲れ様ってみんな使ってますか日本ですごい使いますよね日本語でお疲れ様ってよく言うと思うんですけどどんな時にお疲れ様って言ってますかこれライブレッスンの時はねすごいいっぱいあのいろんな意見が出てちょっと全部は書けないですけど例えば仕事の終わり あと、乾杯するとき。乾杯ですね。あと、その乾杯に似てるんですけど、居酒屋で、えっと、誰かが帰るとき。これ面白いですね。あと、えっと、多分、会社ですね。会社の廊下で会ったとき。はい。あと、エレベーター。これもですね。エレベーターで会ったとき。はい。授業の 終わりああとと美容院でというのもありました他にもちょっといくつかあったんですけどとりあえずこれで,、はい、でみんなにどんな状況の時お疲れ様ですお疲れ様と言いますかと聞いたらまず仕事の終わりだから仕事終わった時お疲れ様でしたってで多分一番よく使う使い方ですよねあと乾杯する時これ居酒屋とか家でもそうだかもしれないんですけど あのこれは別に仕事の友達だけじゃなくて普通の友達でもよく「あの乾杯」の代わりにお「お疲れ様お疲れ」とか言いますねあとこれ居酒屋で誰かが帰るときこれすごい小さいけど確かにあいいポイントだなと思ったんですけど居酒屋でみんなで飲んでて誰か先に帰るる人がいる時がいありますよねでその人が帰るときにみんな「あお疲れ」って言います。 仕事の後じゃないけど、お疲れって言います。あと、会社の廊下で会った時、うん、これ、わかりやすいですね。あの、こんにちはの代わりに、お疲れ様って言いますよね。エレベーターも同じですね。エレベーターであってあ、お疲れ様ですって言いますね。あと、この授業の終わり、これ、えっと、例えば、日本語とか、いろんな授業がありますけど、授業の終わりとか、美容院で。 あの噛み切っでも、えっと、これ全部そうです、ねあの「お疲れ様と言った方がいいですというわけじゃなくてみんながこういう時に「お疲れ様と言いますという意見が出たんですけどじゃあ実際「お疲れ様ってどういう時に言うかなというのをこのあとみんなで話してみました。 すすごくですね、このお話は結構長くなっていろんな意見があったんですけどちょっと今4つの場面を出しますのでこんな時どういう風に言うかなって考えてみてください。まずみんなが今このの青い T シャツの人ですねで何かまあ,あの具合が悪くて病院に行って先生に見てもらいました。で病院から帰る時先生に見てもらった後でこれ何て言いますか これお疲れ様でしたって先生に言いますか言わないですね。ありがとうございましたが一番自然だと思います。はい、じゃあ次。みんな今、小学生です。子供です、ね。学校で授業がありますね。で、この授業の後、授業が終わってから先生に、何て言いますかね。これも、まあ、ありがとうございました。 あと学校でこういうあの子どもの学校ではよくさよ「さようなら」と言います先生さようならと言いますから「さようなら」を使いますで。これもお疲れ様は言わないですでえっと、お疲れ様と言わないこのポイントについて私も調べたんですけどその私に対して何かをしてくれた時そういう時は「お疲れ様と言わないことが多いみたいです。 だから、この病院もそうですよねあの。病院で先生が見てくれたから、お疲れ様じゃなくて、ありがとうございますの方がいい。と、あとこの学校もですね、あの先生と子どもの関係で、先生は子どものために授業をしてくれたから、その後お疲れ様というのは、えっと、ちょっと変ですね。みんな、子どもたちはありがとうございましたとか、あとさよなら、帰るときはさよならと言います。 でえっと、大人のクラスですねだったら、えー、どうかなという話があったんですけどで私が去年プログラミングの学校に行っていてでその時の先生に連絡してちょっと聞いてみたんですそのプログラミングの学校はみんな学生は大人で,で日本語で私の行ってたクラスは日本語で先生も日本人の先生なんですけどで私は学校そのプログラミングスクール行ってた時に そのクラスの後でいつも先生に「ありがとうございました」と言っていてで一緒のクラスメートには「お疲れ様でした」とか言ってたんですけどで先生に「他のみんなはどうですか?」って聞いてみたらやっぱり他のみんなもそういう人が多いみたいです。その先生に対しては「ありがとうございました」と言いますお疲れ様じゃなくて「ありがとうございました」という先生があ生徒ですね学生が多いみたいなので。 まあ、ありがあとこれ、えーと、スターバックスとかそういうカフェに行って店員さんに何と言いますか、これもそうですね、その店員さんがコーヒー作ってくれてどうぞって言ったとき。 私はありがとうございますってこれも言うんですけど時々あのその店員さんともうちょっと友達みたいな感じで話していてお客さんが店員さんにお疲れ様ですって言ってるのもあの時々聞くことがあります私があの私は言わないんですけどそういうふうに言ってる人を見ることがあるのでちょっとその ね。どのくらい親しいとか、そういう関係もあるのかなと思うんですけど、全然知らない。初めて会う人だったらまあありがとうございます。の方がいいと思います。とこれはどうですか？何か荷物を持ってきてくれた時ですね。うん、これもお疲れ様っていう人もいると思います。で、私はまあ、この人もまあ、これもなんですけど、ありがとうございます。と言っています。 なのであのこれ多分挨拶のことだから本当にこれが正しいという答えはないと思うんですけどみんなもどういうふうに言うのがいいかぜひ他の人とも話してみてください。ライブレッスンの時はここで <laughs> かなり時間を <laughs> 使ってみんなで話してしまってそうちょっとその次からあんまり時間がなくなっちゃったんですけどすごいあの、ね、お疲れ様って本当に毎日聞く。 言葉だけど、使い方がいろいろ人によっても違ったりして面白い言葉だなと思います。はい、じゃあえっと最後ですね。四字熟語ですね。四字熟語わかりますよね。このまさにこの四字熟語みたいに4つの漢字でできている表現ですね。で今、田中さんは新しいプロジェクトを進めているんです。で、えっと質問があります。 田中さんはどんな様子で新しいプロジェクトを進めていますかで、えっと、私がその田中さんの様子を話しますので聞いてどんな様子かなと考えてみてください漢字を先に見たら多分ちょっとみんなもう分か,分かっちゃうかもしれないので漢字を先に見ないで私の説明でちょっと聞いてみてくださいねでは例です 田中さんは一生懸命新しいプロジェクトを進めています。田中さんは一生懸命新しいいプロジェクトを進めていますこれ、どんな様子で進めていますか一生懸命ですね。一生懸命っていうのは、頑張ってという意味ですよね。この一生懸命っていうのも四字熟語ですね。いいですかまあ、一生懸命多分大丈夫だと思うんですけど、 次もうちょっと難しいの出ますよ <laughs>。いいですか ?1 番、えー。田中さんは試行錯誤しながら新しいプロジェクトを進めています。田中さんは試行錯誤しながら新しいプロジェクトを進めています。試行錯誤聞いたことありますかこの感じです。試行錯誤。これもすごくよく使う。 表現なので覚えたら便利だと思いますこの意味です漢字それぞれの意味はやっ,やってみて間違えて間違えて多分もうちょっと分かってきたと思います <laughs> ですねえ試行錯誤っていうのはいろんなことやって失敗してもう一回やってまた失敗してという失敗を繰り返しながらという意味です便利な表現ですよね 田中さんはいろいろな方法を試して失敗しながら新しいプロジェクトを進めていますこれが試行錯誤と言いますじゃあ次です、はい、田中さんは不平不満を言いながら新しいプロジェクトを進めています田中さんは不平不満を言いながら新しいプロジェクトを進めていますこれはどうでしょう不平不満 この感じです。結構ね、<laughs> よく見るような感じがしますね。で、漢字それぞれの意味はこういう意味ですで。不平不満っていうのは文句という意味です。だから田中さんは文句を言いながら新しいプロジェクトを進めていますという意味です。でもちろん文句文句でもいいですけど、その不平不満っていう表現もあって。 これもまあ時々使われるので覚えていたら便利だと思います。文句の代わりに使える言葉ですね。じゃあ最後です、えー。田中さんは不眠不休で新しいプロジェクトを進めています。田中さんは不眠不休で新しいプロジェクトを進めています。不眠不休なんでしょう。これはね、多分漢字見たら分かっちゃうと思います。 これです。不眠不休漢字簡単ですよね寝ないで休まないで,でこの文字の通りででで寝ないで休まないい休まという意味です。これも多分漢字見たら分かりやすいんですけど不眠不休だけ聞くとねあのー、なんか全然どういう状況か分かりにくいかもしれないんですけど田中さんは寝たり休んだりしないで新しいプロジェクトを進めていますという意味です。 では、えー、と最後にこれですね。この6つの言葉を今日は勉強しました。1つずつ思い出してみてください。まず初めはお言葉に甘えてでしたね何かあの例えばパーティーをするとき手ぶらで来てください。であじゃあお言葉に甘えてそうさせてもらいますとかそういういい話をもらったときにその通りにさせてもらいますと言いたいときに使う表現でしたね。 で次、読み方覚えてますか差し支えなければ、差し支えなければ、これどんな時使うんでしたっけこれはそうですね、なんかプライベートな情報とか、ちょっと聞きにくいことを聞く時によかったら教えてくださいと言いたい時ですね。で、次、これ多分みんな意味覚えてますよね。大きなお世話。これは、そのアドバイスはいらないよとたけしさんが怒ってたやつですね。<laughs> はい。 あと最後3つ、この四字熟語、読み方覚えてますか多分最後のは覚えてるかもしれないですね。で、これですね。試行錯誤、不平不満、不眠不休。この漢字がわーって出てくるとすごい覚えにくそうだけど、ね、一つ一つの漢字の意味が分かると、本当に便利で結構いい表現だと思うので、よかったら使ってみてください。いいですか はい、でここで最後にライブレッスンでは復習クイズをしたんですけどえ YouTube ではこれはできないのでスキップします。で、えっと、最後にですねこの今回も聞いてみようというのをやりましたで聞いてみようは、えっと、私がちょっと小さい短い記事を書いたのでで今日3回いつものように聞きます初めの1回は何も見ないで聞いてみてくださいで2回目は単語リストを見ながら聞いてみます。 3回目は、は、文を読読みみみなながら聞聞きまます。すででじめに何も見ないで聞いい。てみてくださいでは読みますね。セクハラやパワハラ以外にもいろいろなハラスメントの言葉があるのを知っていますか例えば「カラハラ」はカラオケハラスメント歌うのが苦手な人にカラオケで無理やり歌わせようとする行為です。他に「ブラハラ」というのもあります。 血液型を聞いてその血液型からその人の性格を決めつけるような言い方をするハラスメントです。大雑把だから O 型だと思ってたよ。B 型って自己中だよね。え私 AB 型の人だけは付き合えない。彼神経質だから A 型じゃないなどの発言がブラハラです。どうですか 結構単語が難しい単語もあったかもしれないですね。じゃあちょっとここで一つ質問です。ブラハラの例としてどんな性格が紹介されていますか今なんかいくつかそのハラハラスメントのことがあって、まあ、ブラハラの紹介もありましたね。ブラハラの例としてどんな性格が紹介されていますかこれはそうですね。ちょっとあのライブレッスンの時は 何人か分かった人もいたんですけど多分ちょっとその性格の表現も難しかったかもしれないですねはいでは単語リストをちょっと見てみましょうはじめにこの単語これ多分読み方大丈夫かな何々以外ですねで何々じゃないもの何々以外何々じゃないもの次これはね漢字がちょっと簡単そうだけど読み方が てじゃないで <laughs> 苦手す。苦手と読みまはあんまり好きじゃないとかあちょっとそれは私は上手じゃないとかそういう時に使います。これはどうでしょう無理やり無理やり何々させる。これはそのある人はそのことをしたくないけどでも無理やりさせる。あのやってやってと言ってやらせるという時に使います。はい。 これは、こう、漢字、読み方難しいですね。行為と読みます。行為は何かすることです。じゃあ次。これは、A とか B とか AB とかですね。これ、血液型と読みます。ですね。その、血のタイプですね。これは読めそうですね。性格 ですね、その人は優しいですとか意地悪ですとかそういうことですね性格、はい、これがもしかしたら新しい単語かもしれないんですけどお大雑把大雑把っていうのはあの人の性格について話す言葉なんですけどこうあまり細かくないです適当ですとかそういう時に使いますでいつも悪い時ですね からあのあんまり気にしてない気にしてなさすぎるとかそういうちょっと悪い時に使いますこれはどうでしょうじじなんとか中ですね <laughs> 自己中と呼びます自己中っていうのはあの元々は自己中心的っていう言葉を短くして自己中って言うんですけどそのいつも自分が中心になってると考えるその考え方が自己中ですこれも悪い時ですね。 他の人のことをあまり考えてないという悪い時に使う表現です。最後これは神経質です。神経質。神経質は考えすぎる、気にしすぎるという時です。いいですかじゃあ2回目読んでみますね。セクハラやパワハラ以外にもいろいろなハラスメントの言葉があるのを知っていますか 例えばカラハラはカラオケハラスメント歌うのが苦手な人にカラオケで無理やり歌わせようとする行為です他にブラハラというのもあります血液型を聞いてその血液型からその人の性格を決めつけるような言い方をするハラスメントです大雑把だから大型だと思ってたよ B 型って自己中だよね私 AB 型の人だけは付き合えない 彼、神経質だから A 型じゃないなどの発言がブラハラです。どうでしょうさっきよりもうちょっと分かりましたかじゃあ最後に、えっと、文を見ながら一緒に読んでみてください。セクハラやパワハラ以外にもいろいろなハラスメントの言葉があるのを知っていますか例えば、カラハラはカラオケハラスメント。歌うのが苦手な人に カラオケで無理やり歌わせようとする行為です他にブラハラというのもあります血液型を聞いてその血液型からその人の性格を決めつけるような言い方をするハラスメントです大雑把だから大型だと思ってたよ B 型って自己中だよね私 AB 型の人だけは付き合えない彼神経質だから A 型じゃない などの発言がブラハラハはい <laughs> どうですか皆さんカラハラとかブラハラとか聞いたことありましたかこれはその,あのセクハラとかパワハラに比べたら全然みんなの知名度そのみんなが知っている人は少ないと思うんですけど本当にいろんな <laughs> ハラスメントの言葉があってよかったらグーグルで調べてみてください。<laughs> はい、でこれもですねちょっとライブレッスンの時は カラハラやブラハラについてみんなの意見を聞いてみました。で、これで今日のレッスンが終わりになります。で、えっと、今日、その本当に単語のクラス初めてやったんですけど、クラスのあと、ライブレッスン参加してくれた人からフィードバックももらって、結構みんな楽しんでくれて、私もすごく楽しかったので、またこの単語のクラスやってみたいと思っています。で、ライブレッスン、もし興味ある方いたら、ぜひチェックしてみてください。 今日もありがとうございました。またねー。